はい、ということで実況のパート37は始めていきたいと思います。これではっきりしたわ。もう疑いようもない。は？は？と言いますと？と言いますと、あなたたちが死んだ死んだという二人はここにいない。そしてベアトリーチェからの手紙があり、親切にも死体は持ち去ったと告白してくれている。そういうことよ。もう茶番は飽き飽きしたわ。まあ、あのローザが言いたいのはベアトリーチェとグルなんだっていうことでしょう、おそらく。あの、ゴーダかゲンジかな。うん、ローザ王さんはそう叫ぶと、一度険しい表情でぐるりと見渡す。茶番ってどういう意味ですか？私はジェシカちゃんの部屋で言ったわ。信用できるのは自分自身と、死体となって見つかった者以外いないってね。そして死体が見つからない以上、あの二人が殺されたことを認めるわけにはいかない。待ってください、ローザおばさん、それはどういう意味ですか？南條先生と熊沢さんは死んでないわ。生きている。殺されたということにして、この屋敷のどこかに隠れてるのよ、私たちを襲うためにね。なんでそんなことがわかるんですか？ゴーダさんたちが嘘をついているというんですか？ローザ様、このゴーダ、いえ、後ろ宮家使用人です。ゴーダが怒った。誓ってそのようなことはいたしません。あなたたちは、南條先生たちは殺されたという、でも死体がない以上、それを信じるわけにはいかないわ。あなたたちが口裏を合わせてそういう嘘をついている可能性があるもの。これもまたなんか悪魔の証明みたいになってきたね。あなたたちの無実を信じる方法はちゃんとあるわよ。なんか苦笑がなんかエヴァおばさんみたいになってきた。南條先生と熊沢さんの遺体が見つかることよ。それが見つかったら、私はあなたたちの話を聞いてみようという話にもなるわ。まあ、カノ君の死体も、熊沢さんと、誰だっけ、あれか、南條先生の死体も、どっちもローザが見てる前ではまだ見つかってないからね。まあ、ローザがこう判断しても、まあ、仕方ないことだわな。でも、見つからない限り、あなたたちは狼であることを否定できない。あんたも、黄金に目がくらんであの魔女に買収されたんでしょう。そんなに金が欲しい？そうなんでしょう。一生遊んで暮らしたいの？そんな人生に何の価値があるのよ。くそ。一生遊んで暮らす人生に何の価値があるんだって。ローザ様、私たちは、そんな、黙りなさい。そしてシャノン、それ以上近づかないで。ローザとシャノン、どっちが、ね、年齢じゃねえ、身長高いんだろうな。ローザ結構身長低かった気がするけど。10年も恩を受けながらそれをあだで返すなんて、容赦なく引き金を引くわよ。そんなのってひどすぎます。ローザおばさん、それは暴言だ。この部屋で殺人が起こった。そして犯人が死体を持ち去った。彼女たちはそれを正直に申告しているだけだ。泣いた。そう。まあでもね、あのね、証拠だけが全てやからな、世の中な。シャノンはとうとう大粒の涙をこぼし始める。10年の月日を後ろ宮家に捧げた。人生で最も輝かしい月日のうちの10年を捧げた。そして、10年っつった？何歳か何歳だ？シャノンって今何歳だっけ？確かさ、バトラとローザと、あ、待って、バトラとジェシカと同い年じゃなかったっけ？だから高校生ぐらいだよね。じゃあ仮に18だとしても、10年だから、8歳から始めて？ 18？ 人生の輝かしい、人生の、最も輝かしい月日のうちの10年。人生の最も輝かしい月日ってのは8歳か18歳のだけの間のだけなの、間だけ、ん？だけの間なのか。間だけなのか。なんか、30歳ぐらいまではなんか人生で最も輝かしいって言える気がするけどな。まあ、いいか。その趣旨がこれ！人は刃物なんか使わなくたって殺せる。
ジョージ兄貴じゃなくたって、なくたって俺にだってシャロンちゃんが心深々と突き刺されて涙という血を流しているのが分かる。シャロンさん下がって。ローザ様、確かにこのゴーダはお勤めして日も浅く信用を勝ち得ていないのは分かりますあのゴーダがシャノンをかばってるぞ。しかしせめてシャノンさんだけでも信じていただくわけには参りませんか。彼女は10年間もの後ろ宮家に奉仕を捧げて参りました。ゴーダめっちゃいいやつやんけ。なんかチャプター2でゴーダの株めっちゃ上がったよな、正直だからチャプター1だとなんかめっちゃさ私利私欲のためだけに動く人みたいな感じだったけどさ、チャプター2でめっちゃゴーダの株上がっとるよな。このゴーダを信じろとは申しません。このゴーダ、せめてシャノンさんだけでもこのゴーダには夢がある。信じてやっていただくわけには参りませんか。しかしもう俺にもわからない、わからないんだ。彼らを疑わずして答えを求めることができないんだ。ああだんだんわかってきたよ。答えなんか求めるからどんどんおかしくなっていっちまうんだ。答えなんかいらない。全ては19人目の魔女ベアトレッチが不気味な儀式に乗っ取り怪しげな魔法で犯した不思議な殺人。それでいいじゃねえか。もう俺は誰も疑いたくねえ。シャノンちゃんとコウダさんは半ば涙目で身の潔白を訴えていた。それをゲンジさんが静かに止める。よしなさい、ローザ様の言うことはもっともだ。死体を見つけない限り南條先生と熊沢の無実は証明できない。そうだ、ローザさんの論法によるならば死体が見つかればその人物の無実だけは証明できる。でも死体の人物だけだ。彼らが屋敷内を探し回り死体を見つけたとしても結局彼らの無実は証明されない。彼らが南條先生たちを拉致してよそで殺し、密室は彼らのマスターキーで施錠した。これ以外の方法で密室を打ち破らない限り彼らの無実は証明できないのだ。だがそれができない。彼らが無実を証明できる機会は一つしかない。彼らが犯人の手にかけられ死体となってローザおばさんと再会するときだけだ。そんなのおかしいだろ。死ねば無罪、生きてる限り有罪なんてまるで魔女裁判だ。ああそっか、敵は魔女だもんな。それでも OK ってわけかよ。ローザ様、私たちは後ろ宮家にお仕えする家具です。私ども信用されるもされないもまた私どもの預かり知ることではありません。あら、与えるって感じで預かるって読むんやね。たとえどのようなご評価をいただこうとも最後の時までお勤めを続けるのみでございます。あなたは本当に使用人の鏡に。お父様が心を許すのもよくわかる。そんなあなたまで疑わなくてはならないなんて本当に心苦しいわ。待て、このセリフチャプター1で確か夏日おばさん言ってたよなえ、確かこれ言ってたよね全く同じセリフ入ってるぞ。ゲンジさんはポケットに手を突っ込むとマスターキーを取り出すこれよく見ると微妙にゲンジの左腕が動いてるっていうね、イラストの なんか動いたなって思ったら微妙に変わってるっていう。そしてそれを傍らの机の上に置いた。私は信頼の証としてこれを預かっていると信じています。それを失ったならこれをお返しするのは当然かと思います。それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠はこのマスターキー。それを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのは初歩的ではあるけれど、まあ悪いことじゃないと思うわ。二人とも。ゲンジさんがゴーダさんとシャノンちゃんを見る。二人をうなずき、それぞれのマスターキーを机の上に置いた。そこへローザバさんが封筒から出てきた二つのマスターキーを重ね置く。これで5つの全てのマスターキーがこの場所に集まった。それはつまり使用人全員の今日までの牢を全て否定し、彼らに許されたはずの最後の名誉までをむしり取った証。マリア、その手提げを貸しなさい。わあ、返して。ローザおばさんはマリアの手提げをひったくると、その中にマスターキーをずらずらと放り込み、そのうちの1本を掲げて誇示した。マスターキーを全て自分が手にしたという宣言だ。これで満足かい。これでマスターキーは
ローザおばさんが持つものだけだ。すげえ怒った顔してるぞ。これでマスターキーは、これで満足なんだろう。ええ、満足。すげえ意地悪な表情に見える。すげえ性格悪そうな顔見えるよ、これ。これローザおばさんのドヤ顔の時のイラストじゃなかったのか。これローザおばさんがドヤ顔する時の表情かと思ったら意地悪する時の表情だった。たとえ全員が信用できなくても、私は私自身だけを信用することができる。その私が銃とマスターキーを独占できた。これで私はもう誰も疑わずに済むの。あなたたちも嬉しいでしょ。これでもう疑われずに済む。なんか魔女の笑い声が聞こえたんですけど、こう魔女乗り移ってんじゃねえの、ローザに。パリーン。終われない。その時一人だけ傍観しているように見えたマリアが母を嘲笑った。その笑いにローザおばさんは過敏に反応して振り返る。鍵なんか関係ないよ。ベアトリーチェは魔法で扉を開けられる。鍵なんていらない。そんなもの誰が持っていたって持っていなくたって関係ないんだよ。その笑い方をやめなさいっていつも言ってるでしょ。なーに、バトラ君。俺はつい二人の間に割り込んでしまう。いや違う、膝をついてマリアの頭を抱いてしまう。俺は泣いていた。もうよしてくれよ、ローザおばさん。マリアが正しかったんだ。な、何を言っているの。マリア、疑って悪かった。信じなくて悪かった。バトラ、全部魔女の仕業だったんだ。魔女の仕業だったんだよ。もうバトラが認めてしまったよ、魔女の存在を。トリックとかミスとかどうでもよかったんだ。ただただベアトリーチェっていう魔女が実在して本当に魔女だっただけなんだ。それも俺は信じなかったから、こんなにも苦しくて悲しくて。バトラはベアトリーチェを信じてくれる。ああ、信じる。ベアトリーチェはいるんだ。そして不思議な魔法を使う魔女なんだ。バトラ、マリアは俺の手を解くと、ん？じゃあほどくとかな、逆に俺の頭をかかるように抱いた。それでいいんだよ、バトラ。ベアトリーチェはいたの。バトラがなかなかそれを信じられなかったから見えなかったの。魔女はいるの。いる。もうすぐ来る。バトラはベアトを信じてくれたから、きっと黄金鏡へ招かれるよ。もういる定期。もういる定期。もうすぐ、もうすでにいる定期。もうすぐだから、もう何も怖くない。怖くないよ。マリアと一緒にお手手をつないでずっと一緒にいよ。一緒に碑文の謎を考えよ。ベアトの問題を考えよ。ベアトは最初から言ってるよ。あれベアトじゃなくて、あれじゃね、金蔵じゃなかったっけ、碑文の謎を考えたの。ベアトじゃなくね、あれ。この問題を解いて遊ぼうとしか言ってないよ。ああ、そうだったんだ。犯人探しなんて全くの時間の無駄だったんだ。俺たちはただ魔女を信じればよかったんだ。涙をこぼし続けて俺の方をそっとなでた後、マリアは晴れのような軽さで俺の額にキスをする。その瞬間だけ薄気味悪いとさえ思っていたマリアの笑顔が天使に見えた。なんでキスした、なんでキスした。マスターキーはお返ししましたが、私どもの後ろ宮家の忠誠は変わりません。客前は以後、お許しがない限り立ち入りません。どうかローザ様も客間を内側より施錠なさってください。本当に殊勝な人ね。大風が過ぎ去ってこの島に再びウミネコの鳴き声が戻ってきたなら、私たちは再び互いを信頼し合えるのかしら。もし
再びの信頼を賜えるのでしたら、これに勝る喜びはありません。そうね、私たちは必ず分かり合えるわ。海猫の鳴く頃に。この部屋は警察が来るまでこのままにした方が良いでしょう。ローザ様、施錠をお願いいたします。私たちは厨房へ戻ります。何かございましたらいつでもご用命ください。ありがとう。あなたが狼だったなら、なんてシャーシャーとのたまうのか。そしてあなたが羊だったなら、あなたを狼の檻に放り出してごめんなさい。なんかこんな感じのセリフさ、チャプター1の時言ったよな、夏代おばさん。あの金蔵の部屋だっけ、金蔵の書斎で、で確かその時も使用人たちを、あのなんだ、どこだっけ、今だっけ、リビングだっけに確か追い返して、その時になんかこんな感じのセリフ言った気がする。これもしかして毎回言うんちゃうか、誰かしらが。毎回同じパターンなんじゃね、これ。家具は家に運命を委ねます。命を落とすことになろうとも、それによってローザ様の信頼を再び勝ち取れるならば、それはとても光栄なことです。できることならば、あなたたちが台風が過ぎ去るまで元気でいることを願っています。これはすべて台風が奏でる暴風と降雨の協奏曲。演奏が終われば幕が下り、私たちは再び手を取り合えるに違いない。なんか無駄に洒落たこと言ってるっていうね。海猫の鳴く頃に。ローザおばさんはうなずいて答える。ゲンジさんはキビスを返す。使用人室を出ていくのだ。ゴーダさんの顔はまだ涙でぐしゃぐしゃだったが、源氏さんの言葉を聞くうちに心の中の整理がついたのかもしれない。本当にみっともない顔だったが、俺たちがよく知る郷田さんの表情に戻っていた。私も厨房に控えております。何かございましたらいつでもご用命ください。温かい食事をお望みでしたら、いつでもこの郷田、最高のお料理を用意させていただきます。この郷田がなんかもう口癖になってるよな。ありがとう。あなたには明日の朝食を頼みたいわ。明日の昼前には船も来るでしょう。今までありがとう。え？いや、これで例えばさ、その明日の船が来る前に、例えば朝食が毒が入ってたらどうすんの？ええんかそれ。警察来る前やけどいいんですか？六軒島で唯一の楽しみがあなたの食事だったわ。かしこまりました。この豪だ。最高の朝食を用意いたします。この号だって何回言った？どうか明日の朝を楽しみにしてください。ありがとう。シャノンちゃんも明日の朝に美味しいコーヒーを飲みながら仲直りをしましょう。うん、ジョージ君。僕も彼らと一緒に行く。彼らと一緒に行く。いいんですジョージ様、どうか客間にお戻りになってください。まあこの、まあシャノンと一緒にいるっていう選択をするのが、まあエピソード1の時もあったよね。あのエヴァおばさんと秀吉おじさんが、あのジョージ呼んだけどでも一緒に行かなかったっていうね。まあ一応それと同じパターンといえば同じパターンか。もうマスターキーは他にありません。だからローザ様とご一緒に客間にいれば誰にも脅かされません。そうね、そういうことになってる。客間に私と一緒にいるのが客観的に考えて一番安全だと思うわ。でも無理に一緒にいろとは言わない。ジョージ君はジョージ君の安全だと思う場所にいればいい。ジョージ君ももう大人だものね。明日の朝までどこで誰と過ごそうと自由だもの。お、認めてくれた。そうさ、僕は僕の判断で誰と夜を過ごすか決める。兄貴。バトラ君はローザおばさんと客間にいるんだ。きっとそれが一番安全なんだ。客間の外はそれに比べたら安全ではないと思う。ならそんな場所にいる彼女を僕は一人にしておけない。まあどっちかというと一人ではないと思うんだけどな。多分ゴーダと現実一緒にいると思うけど。俺は決してシャノンちゃんや他の使用人を、いや
誰かを疑ってるわけじゃないんだ。誰も疑いたくないんだ。まあ誰も疑いたくないはちょっと現実逃避感あるけどね。遺産？黄金？そんなのくだらねえじゃねえかよ。そんなので殺し合いなんてあるわけねえじゃねえかよ。うん、バトラ君の心が美しいことは僕が一番知っている。誰も君を責めない。誰も。兄貴大丈夫。バトラはマリアが守る。マリアが守る。マリアと一緒ならベアトリーチでも手出しできない。マジかよ。じゃあみんなマリアと一緒にいればええやん。だったらじゃあみんなマリアと一緒にいればええやんけ。だってマリアはちっちゃくても魔女だもん。衝撃の事実。衝撃の事実。マリア魔女だった。まあ実際魔女なんだけどね確か。うん、マリアちゃん、バトラー君をよろしく。さあシャノン行こう。もうみんなの前で堂々とシャノンって言っとるよ。はい、ローザ様。それでは失礼させていただきます。ご用命がございましたらいつでもお呼びつけください。さっきはひどいことを言ってごめんなさいね。明日の朝まで許さなくてもいい。でも明日の朝になったらもう一度謝らせて。ん？じゃあこれ結局ローザとマリアとバトラか、一緒に3人でいるの。はい、ありがとうございます。ということは逆に言うとローザとマリアとバトラ以外はおそらく死ぬのか。これ全員、ジョージの兄貴とシャロンちゃんは2人で潮に潜れていく。これでこの沈殿のおぞましい部屋には俺とマリアとローザおばさんだけになった。ゲンジさんが消え、ゴードさんが消え、ジョージの兄貴とシャロンちゃんが消えるまで俺たちは呆然と立ち尽くしていた。彼らの気配と足音が完全に消えた後、ローザおばさんはまるで愉快なことでも思い出したようにくすりと笑い捨てた。何も信用できないわよ。急にまたこのドヤ顔になったな。いやこのドヤ顔はドヤ顔でなんかもうなんかある意味を可愛く見えてきたわ。いやなんかこんな表情する女性とはなんか逆になんか可愛くね。カグどもが。その一言に俺は窒息する。なんでそんなことを言うんだよ。マスターキーは5つで全部。そんなの誰が信じるの。どうせ複製の鍵があるに決まってるのよ。彼らが懐から鍵を出したくらいで信用なんかできるものか。そりゃねえぜ。その鍵を置いたってのはよ、単に鍵を手放したってだけじゃねえ。あんた彼らの今日までの苦労を全て台無しにして怪我して踏みつけて、その挙句としてその鍵を手放させたんだぜ。その捨て台詞はなんだよ。ここまでしてみせてなおまだ信用できないってのかよ。あんまりだぜ、あんまりだぜ。そんなのって悪魔の証明なのよ。マスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも5つ以上存在しないことは証明できない。なんかもう悪魔の証明ってすげえ便利だけど、ま、なんかもうマジ何でもまかり通るよね。それすげえ暴論になるよな。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。もうやめてくれ、もうやめて。頼むよベアトリーチェ、今すぐ現れてくれ。そしてローザおばさんに赤でマスターキーは5本しかないって言ってやってくれ。頼むよ、ご招待よ。悪魔にしか証明できないんだよ。魔女のお前なら証明できるんだよ。てか魔女って悪魔なの。頼むからベアト、ここに現れてローザおばさんにマスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって教えてやってくれ。まあベアトリッチが現れて仮に5本しかないって言ったところで、別にそれは5本しかないことも。の証明にはならないけどな。マスターキーは5本しかない。あ、でもこっちは言ったね。マスターキーは5本しかない。これはどうしたことか。わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定しているやつがまだいるから聞こえないみたいだな。
後ろ宮バトラー認める。お認めるのか。ついに認めるよ。お前はいる確かにいる。だから五章だよ。もうこんなのはやめてくれ。五章だよ、まあ、確か敗北条件はベアトリーちゃん靴を舐めたら確か敗北やったね。確かね。もうやめて、もうやめて。熊沢のばあちゃんみたいな泣き方してんな。言葉だけでは届かぬぞ、態度で示せ。怖っ。こんな顔で態度で示せ言われたらなんか逆にな違う意味で泣きそうだわ。怖すぎだろ。わらわの家具になると心から誓え。できるか。服を脱げ、裸になるんだよ。そして両手をついて地に這え。着衣は霊長にのみ認められた証だ。なんだ霊長って。貴様は今から家具になるんだよ。だからその資格を失う当然のこと。霊長って何。霊長類、人間ってこと。そしてひざまずけよ。わらわの靴に舌を這わせろ。できるか。できるんだよな。そうしたら現れてやるよ。赤で言ってやる。マスターキーは5本しかないってローザに言ってやるよ。ああでも分かってる。誇り高きお前がプライドを捨てられるわけがない。それでもいいんだよ、十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ。靴を舐めてもいいかって一瞬思っただろ。すぐにそれを否定して自分を恥じただろ。その表情が見れるだけで最高に素敵な気分なんだよ。ざまあねえ顔だよ。鏡で見てみろよ。裸になって靴を舐めてる最低なお前が映ってるぜ。見えるかよ、後ろ宮バトラー。すげえ熱いよ。すげえ、このすげえ SE だったね今。さあ何時、おだいぶ進んだね。6時、2日目だっけこれ。1日目、いや2日目だよな。2日目6時、はがなき抵抗。あ全員死に臭いねこれ。なんかあ全員じゃないか。でも多分あれだな、シャノンたち死ぬやろうねこれ。信じられない。それが真相だというのかい。はい、私たちは見たままのことをお話ししています。ジョージは腕を組み再びうなり出す。そして厨房は再び長い沈黙に包まれた。ジョージ様がにわかには信じられない気持ちも私はよくわかります。何しろこの目で確かに見たはずの私ですら、あれが何だったのかわからなくなる。私は確かに見た、そして取っ組み合いまでしたはずなんです。なのにあれが全部幻だったような気すらする。なるほどね。あのローザおばさんに詳しく話せないわけだ。今の話を本当にしてたらもっと面倒なトラブルになっていただろうね。なるほど、源氏さんが随分冷静な対応をしていたのが分かりました。私にそれを説明するだけの力があればよかったのですが。実際に見たわけではないジョージには信じてほしいと念を押されてもどうしても想像が及ばない。無理もないのだ。実際に見た人間たちですらあれは何だったのかと自問している始末なのだから。話を少し巻き戻すよ。シャノンはカノン君が偽物かもしれないと思った時クモの巣を取ってきたと言ったね。どうしてそんなことを。そうだ、それは私も思っていました。どうしてクモの巣だったんです。前に熊沢さんに聞いたことがあるんです。大昔の六軒島には悪霊が住んでいて、その蜘蛛の巣を恐れたって。それで蜘蛛の巣を魔除けと尊んで大切にしたという昔話があるんだそうです。それでそのとっさに私も少し混乱していたんだと思います。なんでそんなボイラー室に都合よく蜘蛛の巣があるんだよ。そんな話が。熊沢はそういう昔話に詳しかったな。
雲は液中ですからね。確かにそういう信仰があってもおかしくないかもしれない。雲は液中なんだ。はあ。きっとその悪霊の力を、まあ、ゴキブリ食うっていうからね、あの鳥の誇りが封じ込めてたんだと思います。そして霊柩が割られたのでその力が蘇って、ベアトリーチェ様を蘇らせる力となってしまったに違いないのです。あれ、シャノン先輩やん。私が、心の弱かった私があんな大それたことをしなければ。シャノン、その話はもうしなくても大丈夫だよ。僕は君を責めたりなんかしない。シャノンが昔からジョージとの出会いについて、ある種のオカルトをほのめかすことは多かった。運命や偶然、あるいは奇跡を恋愛に関連づけたがる女の子らしい話だとジョージは耳を傾けながら思ってきた。鳥居の祠に収められていた霊柩を割ったというのはさすがにやりすぎだと思ったが、彼女がそれだけ真剣に僕との交際を望んでいた過程での一つのいたずらに過ぎないとジョージは笑い、それを許した。古ぼけた祠にある鏡を割ったくらいで僕たちの出会いの運命は変わらない。そしてそれによって何の沙汰にもあるものか、ただの埃に寝た古ぼけた鏡だったさと元気づけたはずだった。ベアトリーチェ様という霊のような存在がいるという話は、この島に勤めるようになってからたくさんの同僚に聞かされました。最初はバカバカしいと思っていましたが、それを批判するとなんだか不謹慎そうな空気があったもので、私も表向きは信じているように振る舞っていきました。しかし、まさか本当にいたんです。ベアトリーチェ様はずっとこのお屋敷におられたんです。でもベアトリーチェ様は力を失っておられて、私たちの前に姿を現すことができなかったんです。ずっといた。これなんで力を失ってたんだろうな。そもそも私たちが見えなかっただけなんです。源氏さんの意見を聞きたいです。私には何も意見はありません。一つだけ申し上げたいのは、私たちはあの時ここに5人いた。そしてカノンが勝手口から帰ってきたと思った。そして使用人室に運び、何かが起こって南條先生と熊さんが帰らぬ人となってしまった。それだけです。私たちは見たものをすでに全て説明しました。それを見ていないジョージ様に信じろというのはとても無理な話だと理解しています。信じられるわけがない。あれは間違いなくカノンさんだと思った。でもあいつがベッドから起き上がって、そう、こんな風にしながら胸の傷をまさぐり始めた時、こいつはカノンさんじゃない、誰か別の存在なんだと直感しました。ジョージ様にはわからないでしょう。よく知っていると思っていた人物が実は別人であることをさらけ出した瞬間の恐ろしさというものは、まあ、これはちょっと意味深なセリフかもしれないな。説明できない。とても説明できるわけがない。わかるよ、ゴーダさんがそれほどまでにショックを受ける。どんな恐ろしい、ジョージ様にはわからないでしょ。よく説明で、とてもわかるよ、ゴーダさんが。ありがとうございます、ジョージ様。そして一度は再び沈黙する。魔女の甘いささやきに乗り、霊気を割ってしまったあの日が全ての間違いだったのだとシャロは何度慰めても泣き続けた。君に囁いたという魔女は、その鏡があると力を失うんだね。少し説明してくれた気がしますが、よく覚えていません。あの鏡があると力が出せない、まあ、そもそも誰が鏡を設置したのかって話よな。というようなことを言っていたと思います。君が割ったというその鏡はどうしたの。覚えていません。多分割ったまま立ち去りましたから、そのままそこに残ってたでしょう。ということは岩礁が雷で撃たれて消えたとかいう時に海の底か。まあ拾って接着剤で貼り付けたところでご利益は戻らないだろうけどね。私は本当に、なんてことを。ごめん、失言したよ。シャノンが鏡を割ったことが本当に全ての始めなのかはわからない。使用人たちはシャノンを責めこそしないが、それこそが発端だと信じているようだった。しかしジョージはまだそこまでを信じられるわけではなかった。
マジや悪霊の話を聞かされてもどうしても前つばだと思ってしまう。それでもシャロンの話を真剣に聞いたのは、彼女の心の痛みを少しでも和らげるヒントが欲しかったからだ。そういえばその鳥居にあったものとは違うでしょうが、北様がお守りとして霊鏡をお持ちになっていると聞いたことがあります。へえ、夏日おばさんが。はい、おじい様の形見分けか何かでもらったものだそうで、とても強い魔除けの力を持つ由緒正しい霊鏡だとかなんとか。同じ話は私も聞いたことがある。鏡は良くないものを反射して弾き返す力があるのだとか。その霊鏡があれば魔女のベアトリーチェに対抗できるかな。ジョージの提案に使用人たちは顔を上げる。祀っていた鳥居と祠はもうないかもしれないけれど、霊鏡がもう一枚あるのは重要なことだよ。夏日おばさんの実家は神職にも通じていると聞いたことがある。それは本当に単なる鏡ではないかもしれない。確か奥様は宝物箱に入れて大事にしまっているとおっしゃっていたような気がします。そんなに大きいものではないのかもしれません。大きさの問題ではなかったと思います。私が割った鏡も一見大したことのない小さな鏡に見えました。相手がオカルトならこちらもオカルトの手段で対抗するしかない。ただこうして座っていても何も解決しない。単なる気休めだとしてもやってみる価値はあるよ。もちろんジョージがまずは存在を認めたわけではない。しかしシャロンの心の傷を癒すためには何かをしてそれを見そぐという儀式が必要だと考えた。だから夏日の霊鏡の話はとても都合が良かった。行こう。魔女をやっつけようなんて大それたことは言わないよ。でも魔女から身を守る魔除けがあってもいいと思う。前にマリアちゃんに聞いたんだけど、おじい様の部屋の扉は強力な魔除けが施されているんでしょ。さすがおじい様だね。オカルトに対する防御も十分だったわけだ。じゃあ全員がおじい様の部屋へ行けばええやん。行こう、夏日おばさんの部屋へ。しかし奥様の部屋には鍵がかかっていると思います。マスターキーはローザ様にお返ししてしまいましたし、キーボックスのある使用人室も施錠されてしまいましたし。ならばその鍵は夏日おばさんが持ち歩いているはず。礼拝堂にはまだ夏日おばさんの遺体があるはずだ。警察が来る前に勝手にいじってしまうのは悪いことだけれど、それについてはちゃんと説明しよう。しかし礼拝堂の入り口も鍵がかけられております。ゴーダさんの腕力じゃガラス一枚割れないのかい。その辺の石で叩き割ればいい。大切な礼拝堂の窓を破ってしまってもそのよろしいのでしょうか。すげえな、こんな夜の時間にわざわざあんなクソ不気味な密室のクソ不気味な遺体のある部屋に行って遺体をまさぐって鍵を入手してわざわざ鏡を取りに行こうって、すげえ度胸だな。おじい様に怒られる時は僕が責任を持つよ。僕はもともと今日後ろ宮家の全員と戦うつもりでいた。君との婚約を許してもらうためにね。だから元よりその覚悟はある。ガラスを割ろう。かっけえ。そして夏氷馬さんの遺体から鍵を借りよう。ジョージの自分が責任を取るという言葉は四人たちに大きな勇気を与えたようだった。シャロンとゴーダは互いに顔を見合わせ、それからもう一度ジョージの顔を見る。オカルトに詳しいおじい様だもの、夏氷馬さんの霊鏡の力だってきっと理解してくれる。大丈夫、怒られたりなんかしない。奥様の鏡で本当にオカルトに夏日大事。奥様、本当にベアトリーチェ様をもう一度封じることができるでしょうか。わからない、でも試す価値はあると思う。なら行こう。表はどんどん暗くなっちゃうよ。急ごう。シャノンは懐中電灯を、ゴーダさんはガラスを割れそうな道具を、ゲンジさんはすみません傘の用意をお願いします。ゲンジが一番パセージじゃねえかよ。はい、シャノンはゴーダス、ゲンジさんは、はい。ローザに拒絶された使用人たちは再び主を得て動き出す。普段のおっとりとしたジョージから想像できない貫禄がにじみ出ていた。シャノンは市場用の懐中電灯を確認する。念のため新しい電池に入れ替えた。
ゴーダはいくつかの重そうな調理道具を吟味している。本来なら誇りある料理人の彼は用途以外に使いたくなどない。しかし今は彼が主だと認めた者の命令に応えようと必死だった。彼は少し悩んだ末、大きめの重厚感あるフライパンを手にする。源氏が勝手口脇に置かれた傘だったから、数本の傘を抜いてくる。それは3本だった。源氏さん、私はご一緒できません。ご用命の時に全員がいないようなことがあっては、後ろ三宅使用人頭として恥ずかしいことです。そんな源氏さん、今のこの屋敷で一人でいることがどれだけ危険か、あなたもわかるでしょう。私はいけない。親方様からいつお呼び出しがあってもいいように、私はここにいなくてはならない。源氏様、行ってジョージ様にお仕えするよう、くれぐれも粗相のないように、ゴーダ手本となるよう。いや、だったらゴーダが残ればよくね、源氏と一緒に。これ二人すればいいやんね。いや、ゴーダも一緒に行く意味は特にないだろう。はい、お任せください。必ずやお役目を果たします。お任せく必ずや。本当にいいんですね。いや、源氏とゴーダ一緒に残ればいいやん。で、ゴーダが持ってきたフライパンで源氏が割って中入ればいいやん、シャノンと一緒に。絶対その方がいいだろう。はい、私はもうこの年です。今日までの人生は全て親方様に受けたご恩をお返しするための日々。源氏何歳なんだ。このような老いぼれがどうだろうと、全てはルーレットの意思。私はどのような結果が出るのかをここに座って見届けたいと思います。源氏はそう言い、腰を下ろす。それ以上の問答はする気がないとでも言うように、かつて男女と対局していたチェスの盤面に目を落とす。ジョージはそれを見て、源氏をここへ残すことを決心する。行こう、みんな。みんな言うてもシャロンとゴーダしかいないけどね。今は少し風もおとなしいみたいだ。傘を受け取ったジョージが廊下へ駆け出すと、シャロンとゴーダもそれぞれの道具を持ってその後を追う。彼らが飛び出していった後、源氏はチェス盤の脇へスッと手を伸ばす。そこにあるものをそっと引き寄せ、手のひらで覆うように隠す。源氏はなおも息を殺し続ける。すると何か黄金色のものがひらめいた。配膳台の上に置かれたアイスピールの中から小さな黄金の蝶が音もなくひらりと現れたのだ。それはまるでジョージたちが飛び出していくのを見届け、自らもこっそり後を追うかのようだった。何？え？一瞬の出来事だった。優雅に羽ばたいていた黄金の蝶は、源氏の投げたナイフで昆虫標本の蝶のように壁に縫い留められていた。黄金の蝶は苦しそうに何度か羽ばたいた後、抜け出せないことに観念し、細かな黄金の粉と煙になって水で溶けるように消えてしまう。源氏は何事もなかったかのようにチェス盤に目を落とし続けている。もうすぐ妙手が、これ妙手でいいのかな、思いつくかもしれない。しかしどんな手を指そうとも、対局相手はもう永遠にそれを受けてはくれない。それを知りつつも、源氏は妙手かなを探る。自分に何かの運命が与えられるまでの長くない時間を潰すにはちょうどよかったに違いない。ルーレットがどんな目をもたらすのかはわからない。でもその決着はもうじきつく。転がしたルーレットの弾にはもう誰も干渉できないのだ。客間の扉は施錠されただけではなく、ソファーなどで作ったバリケードまで塞がれていた。だがローザバさんは、不審者が現れるなら窓を破ってだろうと睨んでいるようだった。扉に背を向ける形で一人掛けのソファーを置き、銃を抱き続けている。もう何が何だか分からなくて、身も心も疲れ果ててしまった俺は、マリアに求められるままに一緒に遊んでいた。マリアは言う。ベアトリーチは黄金の秘文が解けるかどうかを試しているんだから、この謎に挑まなければならないというのだ。最初のうちは少し興味を持ち挑んでみたが、もともと何を言っているのかさっぱりの怪文章だ。何か謎が隠されていることは疑わないが、それがひょっこりと解けるなどまるで思えなかった。秘文の中盤に
第一の晩から第二の晩までをかけて黄金鏡を旅立てというような行がある。第一の晩に鍵の選びし6人を一見に捧げよう。第二の晩に残された者は寄り添う2人を引き裂け。これがすでに起こってしまった礼拝堂での6人の殺人とジェシカとカノン君の殺人を暗示していることは明白だった。これに従うならばまだあと5人は殺されることを確保しなければならない。5人、南條先生、熊沢、ジョージ、シャノンで合田かな。あれまだ源氏はその人生き残るのか。第4の番に頭をえぐれて殺せ。第5の番に胸をえぐれて殺せ。第6の番に腹をえぐれて殺せ。第7の番に膝をえぐれて殺せ。第8の番に足をえぐれて殺せ。南條先生と熊沢のばあちゃんの遺体は見つかっていない。しかし順当に第4の番と第5の番の犠牲者だと考えるならば、頭と胸をえぐった気の毒な姿で発見されるに違いない。ということはさらにあと3人が腹、膝、足をえぐられて殺されていくことが予定されているわけか。それは誰だろう。部屋を見渡しここにいるのが3人であることに気づくが、なんていうのか感情が麻痺してしまって不思議と恐ろしいという感情はわからなかった。俺がぼんやりとソファーに状態を預け天井を見上げているとマリアが気づく。どうやら謎解きをサボっているように感じるらしい。真面目にやらないとダメだと怒られた。なあマリア、ベアトリーチェは確かこれを解いたらどうするって言ってたんだっけ。確か魔女の手紙には利子の回収を諦めるみたいな抽象的なことが書かれていた。俺はそれをつまり一族皆殺しを諦めると好意的に読み取っているんだが、本当にそういう意味で書かれているんだろうか。この謎を解くことで本当に自分が助かるのか実感できない。仮に解けたとしてもそれは犯人の思うつもで結局は全て無駄な努力なのではないかと思ってしまう。ううん、そんなことはない。この碑文が解けたらベアとの儀式はおしまいになる。だからもうそれ以上誰も死ななくなる。本当にか。そういうルールを奴が提示してるだけだろ。この謎を解けば多分爺様の隠し黄金のありかがわかるんだろ。奴はきっとそれを狙って。おお、狙わないよ。なんでそう断言できるんだよ。黄金は最初からベアトのものだもん。自分のものを狙ったりなんかしない。じゃあどうしてベアトは俺たちにこんな大ヒントを授けてくれたんだ。というかどうしてこんなゲーム地味たことを仕掛けてきたんだ。魔法にはリスクが必要なの。リスク？よく意味がわかんねえな。例えばマラソン完走すれば誰でももらえるメダルと一番になった人しかもらえないメダルって同じ価値だと思う？思わねえぜ。つまりなんだよ。結局やつは遊んでるってことなのか。わざとこっちにチャンスを与えるようなことをして。違う。それがね、魔法というものなの。どんな大きな魔法にも絶対にリスクや弱点があるの。ううん、ないといけないの。魔法って言われるとピンとこねえが、ギャンブルだって考えれば少しは理解できるな。でかく失う覚悟がなきゃでかくは勝てない。そして勝ち目の薄いギャンブルであればあるほど配当はでかくなる。その通りだよ。だからベアトは儀式のリスクをちゃんとみんなに説明したの。だからこの謎を解けばちゃんと儀式は中断される。だってそれを約束違反したらリスクにならない。これを解けば奴は本当に約束を守るのか。花は枯れるのにどうして美しいの？浄化は見分けがつかないほど成功でもどうして美しくないの？人間は死を解くから奇跡が起こせる。不死の人間がいたとしてその人物に何の奇跡も起こせる道理はない。私たちも人生も魔女も儀式も私たちはリスクを負わなければ何も成し遂げられないの。謎が解けたらどうするんだ。ピンポーンって鳴らして挙手して怪盗魔女に伝えて答え合わせをするのか。ああ、それは知らない。でも解けばきっと自動的に儀式は終わる。マリアは詳しいな。ああ、それでもマリアはクソイツはみんなベアトリーチェに習ったのか。うん。
リスクを負わなければ何も得られないか。それは間違いなく世の中の真理だが、俺が好むチェスマン理論の考えとは少し相入れなかった。チェスにおける指し手とは、常にリスクの最も少なく有利な展開を期待する最善手の模索だ。ギャンブルのような運部転部で手は刺さない。そう、知的ゲームに博打点の入り込む余地はありえないのだ。なのにベアトリーチェというやつは、これほどの大された犯罪、あるいは儀式を取り行いながら、自らにわざわざ敗北条件を課し、それを俺たちに公開している。チェスは常に最善手を指すものだ。だから相手の立場になってその手を読み切れる。しかしベアトリーチェの指し手は、常に最善手だとは言い切れない。俺は多分この碑文に注目させることで何かを誤解させ、煙にもかせようとしているんだろうと思っている。しかしマリア、そんなことだけは絶対にありえないという。これは魔女が示した純粋なリスクであり、故に正式な魔法の儀式である証拠だという。俺にはベアトリチェという魔女がわからない。奴には目的があって、これほどの連続殺人を犯しているはずなのに、なぜわざわざ自分の敗北条件を晒すのか。どんなに鉄板をひっくり返し、相手の立場になって考えても、この謎を解いたら降参する理由がわからない。まるでベアトリチェは勝っても負けてもどちらでも良いようではないか。こんな相手のチェスではチェスマ理論など通用しないのは当然なのだ。わからないわからない。ベアトリチは何が狙いでこんな事件を引き起こしているんだ。俺たちを皆殺しにしたいだけなら応じかけなど打たずにこっそり密かにやればいい。気の利いた予告状も思わせぶりな密室演出も何も必要ない。全てが過剰演出、全く意味がわからない。俺はベアトリチのことを欲深き人間の犯人であると思い続ける限り何も理解することなどできないのだろうか。俺はやはり奴のことをマジだと認めなければ、テスマ理論に駒を並べることすらできないんだろうか。奴が本当に魔女で、マリアの言うことが全て真実ならば、俺たちのすべきことは一つだった。推理も仲違いも犯人探しもどうでもよかった。みんなで食堂にでも集まって、謎解きに知恵を出し合っていればよかったんだ。あれだけの大勢で知恵を出し合えば、ひょっとしたら糸口くらいつかめたかもしれない。欲深な人間たちが相手より得をしようと欲をかき、知恵を集めることなく、次々に一見に捧げられていく。結局は人間の自己自得なのか考えている気がして、実は欲深な人間の自分のことしか考えていない。チェスマ理論は結局のところ、相手に自分を投影する思考術。欲深な人間は相手の中で欲深なる自らの姿を見ることになるのだ。ぼんやりとローザおばさんを見る。ずっと緊張を強いられてきたから疲れられたのだろう。眠ってはいないが、知恵の何もない一点をぼんやりとずっと見続けていた。ローザおばさんは殺された人間以外は誰も信用できないと公言した。ローズおばさんのチェスマン思考は、相手の中で自分を見た。つまりローズおばさんは、誰も信用できず、気を許すことのできない、孤独な女性だということかもしれない。親父に昔、ちょっとだけ聞いたことある気がする。ローズおばさんは、本来はとても素直な子だった。でも他の兄弟たちと年が離れすぎていて、しかも対立しがちな兄弟の双方に同意を求めないことが多かったため、幼い頃から心理的に辛い思いをしてきたという。片方に組みしたために、もう片方に辛い目に遭わされることも少なくなかったという。確かにローザおばさんは今日何度か暴言とも取れる発言をした。だがそれはつまり彼女が浴びせられた言葉だから彼女のボキャブラリーに刻まれているわけだ。彼女が口にした数々の暴言はそのままかつてのローザおばさんが浴びせられてきた暴言でもある。言われてみれば今日の彼女の言葉遣いは時折クラスおばさんや、あ、違う、クラスおじさんやエヴァおばさんが混じっていたような気がする。いや、これは確かに俺も感じたわ。感じたって言ったね。兄弟だからニードだと納得したが、そういうことではないのかもしれない。俺は初めて大物だけだと思い込んできたローズおばさんに心からの同情を寄せるのだった。ならマリアは？マリアはさっきから断言している。魔女が提示したこの謎を解けば、儀式は中断されて絶対に助かる。そしてベアトリチェはした約束を絶対に破らないというようなことも聞いたように思う。つまりそれはマリアのことなのだ。マリアは約束を絶対に破らない。一番無垢な心の持ち主。だからベアトリチェも約束を破らないと信じてる。信じられる。でもそれはマリアの想像するベアトリチェ像ではないのか。本当のベアトリチェが約束を絶対守るなんて保証ないじゃないか。わらわは約束は守る。碑文の謎を解けば黄金鏡へ至ることができるだろう。さすれば儀式は終わる。それ以上誰も死にはせぬ。お前みたいな外道の極みがルールを遵守するってのかよ。わらわが残忍で卑劣で下道であることを否定はせぬ。だがわらわは魔女だ。魔法を使う。魔法を使うには
守らねばならぬルールがある。わらわは魔女だからこそそれをないがしろにできぬのだ。それだけは信じるがよい。これだけめちゃくちゃやってきて、わらわはたぶらかしはする。もちろん人も騙す。人間と変わらぬ。だが、いや、人間、わらわはもちろん人間だが、約束として口にしたことを保護にしたことは一度もない。人間はどうか、約束を必ず守るのか。約束を守ろうな。ちゃんと履行されてるかどうかは疑わしいな。わらわから見れば人間の方がよっぽど利己的で下道な存在よ。人間の約束ほど疑わしいものはない。わらわも時に人間と契約するが、くだらない願い一つ叶えるのにどれほど厳重に取り決めをするか想像もつくまい。少しでも隙があると連中はすぐに叶える願いの数を100に増やせとか、小さな豆粒に変身してみろとか言い出す。親父によく言われたぜ、契約書ほど怖えもんはねえって。よく読まずに判子を押すやつは骨の髄まで喋られて当然だって言ってたぜ。悪徳で荒稼ぎしてやがったんだな。察しろ、人は生まれながらに詐欺を知りはせぬ。どこかで被った、だから覚えた。どこかで被った。押し付け合わずにはいられぬ人の世の罪か。はて、どこの魔女に聞いたやら。まあいい、そなたが思っているほどわらわも無慈悲ではないぞ。嘘をつけ、これだけの大勢を、しかもまたこんな残酷な方法で殺しておいて何が無慈悲ではないだ。約束は守るだと、いい加減なことを言うな。俺はお前を認めない、断じて。お、また認めないようになった。それを譲らないことだけお前への抵抗だと俺は信じて。認めないようになった。なるほど、永遠の災難であるのはわらわに対しても同じであるというわけか。かもしれぬな。千年は長い。魔女の強さは魔力より我慢強さで決まるのかもしれんな。なるほど、ベルン教の恐ろしさもうなずける。何をわけのわかんねえ話をブツブツ言ってやがる。さっさと永遠の災難とやらを続けろよ。俺は千年でも一万年でも付き合う覚悟だぜ。よいよい、少しは戦う気力も戻ってきたようだな。そうでなければつまらない。ほら、対戦ゲームでもよくあるだろう。乱入したけど相手があまりに弱くて拍子抜けで、わざと負けて最終ラウンドまで延長させて最後に本気でフルボッコにすることとかってあるだろう。フルボッコありますね。確かに、例えの意味がわかんねえよ。ワインと同じよ、よく熟成させねば輝かぬ。お前はそれに耐えられるワインだ。わらわがじっくり熟成させてやる。そなたをわらわの優雅な時間を彩る最高の美酒に育て上げてやるぞ。だからこの程度で屈服などするな。わらわを引き続き否定してくれよ。何しろわらわはそなたが認めぬ限り儚き幻想に過ぎぬのだから。ん？ああ、終わったのか。何度見ても辛いな。よし、とりあえず今回は期限なのでここまでにしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。